誰がばあさんだって。雷影はある場所としか言わなかったが、身を隠すにはもってこいの場所のようだ。ナルトには極秘の S クラス任務に派遣だと命じてある。あとは周りがうまくフォローしてくれるだろう。ラウ・シーミン発動。規制型対悪魔人ラウ・シーミンゴー。見たことのないガンダムタイプって噂に聞く旧連邦の秘密兵器だったってあれか。これがそのガンダム。誰かに先を越されるってのかい。私を呼んだか。私の名はファランギース。ミスラ神殿に仕えるものじゃ。女神官庁より使者として王都エクバターナに使わされてな。多くの内寺を失ったのは痛手ですが、これも味方の結束を促す礎と思うほかありません。それからあなた自身の問題についてですが、ご本人がああおっしゃる以上、あの巨人との関わりがあることは確かでしょう。ユイ様もその場にいらしたわけですし。私の目的、そんなこと話したってあなたの頭じゃ理解できないわよ。面倒な子。戦いたくないのに、うん、女怪は天変いたしません。天変できるのはその力が尋常ではないからです。妖魔の中にも人に転化するものがおりますが、これしか残ってなかったんだから。ランドセルにメットのアタッチメントがあるわ。え、そう、それで前へ回して。そうそう、それは呪われた定め、八つの魂の証でもある玉。すべてが里見の手に渡るのを阻止できればそれでいい。娘が人質なら所沢の大統領も差し出すだろうさ。